や。まあ、でもあとねもう一つ思ったのがその毎回折ってるからなんかその原因を追求しないといけないなと思ってさ、うんうん、殴り方とかをまず見直した方がいいなっていうのは思いましたね。すごくそう絶対折れない、なんか折れる、まあ、なんかその多分極端にパンチ力あると思うんだよ本当に、うんうんうん、でそれで、まあ、骨もそんなに太くないっていうのもあるんだけど、まあ、それだけじゃなくて当たり方とか多分そういうのも多少あると思うから、うんうんうん、その部分もしっかり分析して、まあ、ボクシング の, そのトレーナーさんとかにもいろいろ聞いて、まずはそのフォームとかもしっかりもう二度と折れないようなね、うん、折れないようなっていうのは分かんないけど折れづらいようなね殴り方っていうのに変えていかなきゃいけないなっていうのはちょっと思ってますね。おでさ試合映像出たからやっぱ見てって改めて、うん、でその折れた瞬間も分かるんだよね。そのまずさ滝沢選手の左フックで俺倒したじゃん、はいはい、ダウン取ったじゃん、はいはい、その直後に5秒後か10秒後ぐらいにクロスカウンターを起きるとドンってでそこで折れたんだけど、あ、分かるんだ。分かる分かる分かる。もうその時に行ってと思ったから、あその後多分俺何回も右手をさ確認してるのかっていていてっつって映像見てもらえれば分かると思うんですけど、まあ、それで、うん、折れてるんだけどその時の打ち方は別にそんなに悪くないのになと思うんだけど、どこに当たってるのそれは。場所は分かんない、なんかデコとかに当たってるんでしょうね。そう、この辺に当たったのかもしれない、ね、うーん、もしかしたら当たりどころは良くなかったかもしれない。うん、バンテージとか、バンテージも結構いいですよね。あのライジンオフィシャル の, そのプロの人にやってもらってるから、あだからそんなに折れることないと思うんだけど、ね、前まではさ俺本当に去年トーナメント1回戦までかは自分で巻いてたの一人で普通に試合当日にこうやって適当にこうやってパーって巻いて、バカってって、よしっつって言ってたんだけど。なんかバンテージ巻く専門の人とかもいるよね。あ、そう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 。その人にバンテージ巻いてもらってからなんか骨折しなくなったとかなんか結構。そう。で、まあその、ライジンのオフィシャルの人もめちゃめちゃ上手だから。へ、う、ぇ、ん。だからそこが原因ではないような気がしますけどね、やっぱり。うん、わかんない。でも、なんだろう、そのライジンのさ、選手結構骨折してる人多いから、グローブ大丈夫かなと思うけど、少しは。グローブとかそのバンテージのその何その包帯というかその自体もちょっと改良した方がいいんじゃないかなと思うけどね。まあまあまずはいろんな原因をしっかり追求して直せるところ直していかないといけないなっていう。毎回さこの骨折してたらもうね。そうだよね。話にならんから。聞けないですもんね。そう。その試合終わって骨折の報告動画撮ってみたいな、嫌だからさもうこのルーティンはデジャブですもんね。確かに3ヶ月前にもしかもやっぱ怪我するとなんかその分なんだろうな、できること限られちゃうからもったいないね時間が、うん、やりたくてもやれないっていうさ、すごいストレスにもなりますし、うんうんうん、だからねまあいろいろ考えてやっていきたいと思います、うん、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。コメントもいただけると嬉しいです。